ヤッホー皆さん、ここはさまーってみんなそれ言ってるよね。ねえ、私そんな偉くないのにここはさまーって面白いあ、ね、皆さんに聞きたいことあるんですけど、なんだっけ、あのツイッターにさ、今江口ここは配信中ですってあるじゃないですか。なんか自分のツイッターで出せるやつ、あれってどうやってするんですかね。なんかよく分からなくて、連携とか、うん、ね、ずっと分からなくてねあ、シェア、あ、シェア、ありがとうございます。シェア、うん、シェアは配信連結されていると思うから、ツイッターマークない、そうですね、連結でいいですか。あ、でも配信中はアプリ連結ができませんってなりました。配信、そうですね、シェア、シェアね、シェアないかも。あ、あったあった、あ、できたできた、ちょっと待ってください、初めての、あ、ほんとだ、コメントもできる、あれ今見えてます、なんか画面なくなっちゃった。じゃあちょっとやってみます。できました、多分見えたかな皆さんツイッターもし流れちゃったら、今できました。あ、連結、あ、連携、わかんないあ、連携か、ごめんねもう好き、かわいいだって、ありがとう、しぶいちゃんしぶいちゃん最近会ってないんですよね、なんか、そう、多分会ってないから、会いたいですね、昨日もね、LINE したもんねうん、出てきた、よかった、ありがとう皆さん、ずっとそれ憧れてた憧れてたのかな、なんかやってみたかったんだよねあ、よかったよかった。20日のリトちゃんまたってよ、あー、おめでとうございます、嬉しい、そう、当選もなったのか、すごい、皆さん、ありがとうございます、嬉しいな。そうね、最後のリコさんとね、ユキさんの最後のリトチャームだから、うん、絶対寂しくなっちゃう。そう、2回目だけどさ、もう1回目がね、とっても楽しかったから次も楽しみやなと思ったら、もう最後だなんて悲しいねそう、いっぱい楽しみます、来週2人のエピソードありますか、しぶちゃんと、ありますかの、最近ね、でも最近本当に会ってなくてね、あ、そう、あ、見てないんだよね。でもね、今日ね、写真をね、なんかメールで送りたいなと思って、写真をね、昔の写真を見てたの、そしたらなんかしぶちゃんが、しぶいちゃんとカレンちゃんと私でなんか写真を撮ってたんですね、まだ合格してない時の、多分仮合格の時かなの写真が出てきて、めっちゃしぶいちゃんが幼くて、顔がね、めっちゃ前髪もね、なんか可愛くて、そう、見せたいんだけど、なんだろう、それがね、下着姿でね、なんかここに T シャツをこうやってるんですよ、しぶいちゃんがだからちょっとのっけれない、でもめっちゃ可愛いんですよ、なんか T シャツをこう見せて、こうなんかニコみたいなめっちゃ可愛いんだよ、だからみんなに見せたいけど、見せたいです、でもフ今日学校でバレエしたんだよ、バレエ、あ、ダンスじゃない方ね、あれめっちゃ手痛くてね、今日めっちゃ腫れてんの、あ、めっちゃじゃない、なんか腫れてるんですよ、赤くて見えるかな、ちょっと痛かった
もうボールね、柔らかいやつだね。推しからの指差し的な感じで動画作れそうだな。え、動画作ってくれるってこと？しぶちゃんの推しは私ってことでよろしいですか？じゃあ私も動画作ってみたいな。で、昔めっちゃ作ってたんですよ。で、小学校の時とかにさ、なんか憧れて歌詞動画とかさ作るじゃん。作ってたんですよ私は。で、なんか一面とか言ってなんか一人一人の名前とか書いたりしてる。そう、ちょっと今考えたらめっちゃ恥ずかしいんだけどそういうやつを作ってた。ちゃんとね、文字もね、手書きでなんかありがとうとか、これからもよろしくとか、そういう書いてるやつなんですよね。いつか作りたい。でももうね、その技術はもうない。昔はね、友達からこれありがとうみたいな、すごいとか言われてたんだけど、もうできない、ついてきてないもん。しぶいちゃんめっちゃオタクになっとる。だってもうオタクやん。じゃあかわいい。私もしぶいちゃん推しだから。うん、まあいっぱいいるけどね。めっちゃ中学生エピソードだ。だってでもね、また1年あ3か何ヶ月かな、今11月だから、あでも5ヶ月か。5ヶ月でもう高校生になりますよ私。高校生ってやばくない？そう、でもバレエとかできるのってもう中学生までじゃん多分。高校生はさ、なんかまだもうやらないかもしれないから、今だけできることだからね。連立方程式とか懐かしくて、久しぶりに計算してみたらよくわからなかった。教えてきろ。連立方程式ね、私もね、なんか最近やってなさすぎてね、解けるか心配なの。その時はそのプロフィールをね書く時に、まあね、その時はめっちゃね連立方程式を習ってた時ぐらいだったから、そのうん、そうだからその時はめっちゃ得意だったんだけど、今考えたらずっとやってなさすぎて、え、これ早くないかもって、普通に解いてるだけになっちゃうかもしれないでしょ。だからちょっと練習しておきます。そう、意外でもやってみたらね、ずっとやりたくなる。無性にさ、なんかもう無意識にできるよね。何も考えなくていいからさ、授業中とかずっとできるからおすすめ。高校でもバレエやるよ。あ、やるんですね。なら楽しみ。私ね、受験生だからね、今勉強、みんなね、周りも勉強シーズンでね、私も勉強しなきゃなって。そう、でも最近テストあったんだけどね。今日ね、テスト返ってきたんですよ。あ、でも全部は返ってきてないけど、良かったやつもあったらめっちゃ悪いのもあってね、悲しかった。え、微分節分なんて読むんだろう。は中学だっけ。なんだろう、習ってないから多分高校生かも、わからん。ココハ様は理系派ですか。ココハ様理系、そうね、どっちかと言ったら理系なのかな。数学は得意だったけど、今最近はね、なんか難しくて分かんなくなってきた。放物線みたいな、わかりますか、なんかこんな感じの、こういう二次方程式かな、あれ本当に難しい。そう、今は二次方程式。そうなんです。二次方程式がね難しくてね、だからちょっと今勉強中。手綺麗っすね。あ、ありがとうございます。綺麗ですか。でもね、なんかまだ子供の手みたい。もっとスラってしたらいいな。こんばんは、こんばんは。
テストやばい、嫌い、わかる。テスト一番好きじゃないんだ。東京にいるからなかなか会いに行けないけど、たくさん会いに行けますように。え、ありがとう。私もたくさん会いますように。嬉しい、なんか皆さんそう、ありがとう。ここちゃんの歌声可愛かった。え、可愛かった、ありがとう。歌ね、あんまりね自信ないんだけどね、最近ボイトレを受け始めて、受けさせてもらって、なんかそう上手くなったのかな、ちょっとだけ。それなら良かったです、良かった。大人列車のフリレクチャーの時のねねとのイチャつきが可愛かった。ありがとうございます。なんか楽しかったですね、ねさんとイチャイチャできて。楽しかったね、リトちゃんも公演すごく楽しかったですね。なんかあっという間でしたよね、本当はね、本当はじゃない、なんかめっちゃ普通の通常公演ぐらいの長さになってて、時間がびっくりしました。ね、いや、お話、多分ダンス踊ってる時間よりもお話ししてる時間が長いですよね。めっちゃ楽しかったです。ん、渋ちゃんが微分節分は今中学でもやると言ってたよ。え、嘘、うちやってないですよ。渋ちゃん中2だもんね。え、じゃあど、え、私はやってないです。やるのかな、今の中学2年生をやってるのかもしれない。どんなやつなんだろう、難しいのかな。メールの文章素敵だから文系かと思った。嬉しい、ありがとうございます。文系、そうなの、国語力私ないね、話し方が難しい。嬉しい、よかった、ありがとうございます。でもね、最近国語がね点数良くなってきた。そう、多分周りがね、周りじゃない、英語とかが難しくなって逆に国語が得意ってなりました。えぐっちゃんは身長何センチまで伸びたい？でも160センチは行きたいんですよね。なんかめっちゃ高くまでもう行きたいんですけど、今はそこまで行ける目標ではないと思うので、ちょっとまだ地道なとこから目標を、つけていきたいと思います。でもね、最近ね、学校でなんか保健室の前にあれ身長の測りがあるんですね。そう、そこでちょっと伸びてたから嬉しかった。その友達とね、みんなでね、乗り合いっこして、あ、何センチだってやってます。ココハ様が気になって配信来たよ、ありがとう。ココハ様ってみんなから言われるの面白いんだけど。嬉しいです。でもなんか最近はココちゃんの存在が可愛い。嬉しいです。面白い。カレンがショールームでココハの配信行かないでって言ってたけど来ちゃった。悪いじゃん。あ、カレンちゃんも今してるんだっけ、20時かな、あ、19時半か。そうね、今日もね、かぶったと思ってたんですよ。悪いですね、私もカレンちゃんの見たい、ちょっとね見たいですね。喋り声とギャップあっていいんじゃない？ギャップありますか？よかった、ありがとうございます。ね、ちょっと声も可愛くしたいです。
よ。ダンス覚えるの早すぎてマジですごいと思いました。ありがたいです嬉しい。でもね、私覚えるのね、あんまりね好きってわけじゃないからね、やる気が起きるときしか覚えれないんですよね。今日はちょっと休もうと思ったら一曲も覚えれないし、だからね、やる気を皆さんからもらいたいですそう、やる気が出ればねめっちゃ頑張り、そう、テスト勉強もそうなの。なんかやる気が起きないときは全然もうなんかやりたくないと思うんですけど、なんか急にスイッチが入ったらなんか覚えれますよね。覚えれますってか、なんか勉強するやる気が出る。うん。だからね、そう、やる気スイッチ欲しいですね。やる気スイッチはここ。うん、17日の恋愛禁止条例公演行くよ。ありがとうございます。そう、17日ね、そう、恋愛禁止条例ね、初めてなんですよ。ちょっとね、楽しみ。けどね、ちょっと不安。そうね、なんかね振りがねめちゃくちゃ可愛くて好きなんだけどね、意外とっていうか本当に難しくて、難しい、あと立ち位置が難しい。だからね、学校でもねちょっと授業中、まあダメなんだけど授業中なんか、あ、この曲は何番とか、なんかそういうこと考えながら過ごしてますそう、今日もね、あ、そっか、でも出るから言ってんのか。今日ね、大声ダイヤモンドをねずっと頭の中で、そう、恋愛禁止条例の公演の中にあるあれ、大声ダイヤモンド AKB さんのその曲がねずっと頭の中に流れてて、なんか勉強に集中できなかったでも逆に頭に入りすぎたから、あ、これ何番だって見ながら覚えながら、そう、授業を受けてました頂点ポーズかわいいよね。かわいい、これなんか山みたい頂点ポーズ、じゃあなんか、そう、皆さんがそれしたくなった時に使ってみてください恋愛禁止条例公演で好きな曲は何かな。でもね結構全部好きで、私はスイッチっていう、あのなんかロボットみたいな振りのやつが好きです。そう、なんか前ねラジオに出演させていただいた時にもう言ったかもなんですけど、そう、スイッチのサエさんの振りがめっちゃ好きでだからそこ見てほしいですね。そう、見てほしいですこのままでお願いします。え、本当ですか？もうちょっと伸びたいん、あ、渋い皆さんから来ました。推しポイント言うね、こんなに小柄で可愛いじゃないですか、ダンスゴリゴリっていうギャップが最高めっちゃオタクじゃんダンスゴリ、ありがとうございます。いや、うちも渋いちゃんの推しポイント言おうかな。渋いちゃんはなんかね、初めはね、あ、そう、合宿の時に同じチームだったんですよ、渋いちゃんと。そう、もうその時からね、あの A チームやったかな。で、初めはねめっちゃなんかおとなしい子やなと思ってたんですよ。そう、私も全然喋らなくて、多分周りからおとなしい子なんだなと思われてたんですけど、多分渋いちゃんもあれ、おとなしい方なのかなと思ってたら、なんかいきなり一発芸やるとか言い出して、あのサーフィン、ドルフィン、マフィンのそう、だから、あ、この子絶対面白い子なんだと思って、そう、そのサーフィン、ドルフィン、マフィンの動画を持ってるんですよ、私、その合宿の時のいつか絶対見せたくて持ってるんですけど。だから渋井ちゃんの推しポイント、推しポイントってあれだね、ポイントね、めっちゃ面白い。そう、いっぱい話してくれるもう最近空いてないから悲しいです。早く会おうね。
会いましょう。筋肉痛は大丈夫？ありがとうございます。そう、最近はね、最近っていうか今日はね、なくなった。うん。で、昨日がね、めっちゃね、お尻とか痛くて、しかも昨日レッスンがね、あったので、そう、なんか追い打ちかけられました。でも大丈夫。今日は治った。ありがとうね、心配してくれて。ほんとダンスうまい、見とれる、嬉しい、見とれる、ありがとう。じゃあ私も皆さんを見とれさせれるように頑張ります。そう、恋愛禁止条例もさ、可愛いじゃん、なんか曲とかが。私さ、可愛い曲とかあんまやったことなかったからね、あれちょっと楽しみなんですよ。なんかいつもと違う私じゃないですか。だから皆さん見てください、よかったら。ん、もしや B 型？ B 型だよ。なんでわかったの？プロフィール書いてたっけ？書いてたか。 B 型です。でも B 型に見える？ねえねえ、なんか意外と雑なのね私。だから B 型ってよく言われます。恋愛禁止条例公演の仕上がり具合は何パーセントですか？でもなんかその今何パーセントって言って失敗しちゃったらちょっと悲しいから、 100% まではまだ いってないかな。でも今からその配信終わったら一旦確認して、そう、何パーぐらいにしよっかな。7、70、65ぐらい、一旦まだ、うん、ちょっと今日練習しますまた。楽しみだな、楽しみです。早くユニットも言いたいな、私もユニットを早くしてみたいですね。楽しみ。なんかパジャドラでさ、ユニットもみんな出てる子してるじゃん。だから私も次覚える公演パジャドラだったらユニットできるなと考えてました。だから早くパジャドラにも出てみたいね。パジャドラだったらさ、ユニット何出ると思う？私もしやるならね、なんか予想しとこう今のうちに。私はね、全部出たい、もう全ユニット制覇してみたいな。うん、俺は AB 型。ね、みんなそう、AB 型って結構あれだよね、レアっていうか、あんまり周りにいないんだよね私。推しメンの B 型率高すぎてビビる。なんだろうね、なんか好きなタイプとかあるのかな、 B 型が好きみたいな、わかんないけど。パジャドラね、何のように天使の尻尾かな、おー、やってみたいな。でも可愛いよねあれ、本当に風船バサ持っていくのすごい好き。圧倒的に尻尾、みんな尻尾じゃん、尻尾ね、絶対みんな可愛くなれるよね。私も尻尾してみたいな、尻尾。ジャンヌの真ん中継承。あれね、旗重そうだよね。でもね、なんかかっこいいから好きよ私も。なんかちょっと振り回してみたい。楽しそう。でも重そうだ。純情主義、言えない。純情主義。純情主義かな。いいですよね。あの前ヒーローちゃんがね、やってた。めっちゃかっこいい。なんか好き。ヒーローちゃんの純情主義、めっちゃ好きなんですよ。ずっと見れますね。パジャマドライブだと思う。あ、パジャマドライブ好きです。うん。あれ衣装がさ可愛いのにさ、ダンスゴリゴリに踊ってるのめっちゃ好きなんですよ。なんか可愛い曲やるのかなみたいな感じなのにさ、めっちゃかっこいいよね。希望は尻尾、あ、みんな尻尾だ。
私も尻尾やりたいな、全部したい。でもパチャドラココカレンで手もでもの涙を見たい。二人でこうやって、なんかさ、手もでもってさ、なんか背が高い人がやるイメージだけどさ、低い人っていうか、なんて言うんだろう、なんか誰でもさ、誰でもじゃない、私がしたらどんな感じになるのかなって考えてしまう。なんかイメージがさ、スラッとした感じだからさ、そう、私がやったらどんな感じなんだろうってなるんですよねでもやってみたいけど、ちょっと身長欲しい、分けてくれ。全公演制覇まであといくつだっけ、ね、でもまだ恋愛禁止条例出てないから、来週出たらね、出たら2位だね。パチドラとリセットですね。でも、制覇したいけどできるかな頑張りたい。5個なの、そうね、あ、4個出たいです。頑張って覚えます、天使の尻尾して尻尾振ってほしい、だって渋井美奈ちゃんがじゃあ私がもしパジャグラ出て、もし尻尾の時は生で見に来てね6期生中学生トリオで天使の尻尾、おーいいね。え、じゃあ渋井ちゃんも一緒しようよ渋井ちゃん絶対可愛い、見たい、私が見たいからやってほしいね。え、今ずっと見てくれてんの、面白い尻尾なら何色がいい、何色、全部可愛いけど、でも水色、あ、ピンクも可愛い、でも黄色も可愛い、ピンクかな、え、でもピンクね、ピンクも可愛いんだけど水色も好きなんですよ、あの水色、色合いがめっちゃ好きだった。ココちゃんに風船を持ってほしいです、あ、持ってほしいとです、私も持ちたいないや、風船でさ、あれさ、浮いてるのすごいよね、普通さ風船膨らませても浮かないから、なんか特殊な空気が入ってるのかな、なんだっけ、窒素が入ってるのかな遊びに来たよ、ありがとう、ありがとうございます。あ、今日もヒーロー順調すぎ、あ、今日見れてない、見ればよかったマジ可愛いよね、見たい、渋井ちゃんめっちゃコメントだって、面白い可愛いから何でもいいよ、ありがとう手もでも絶対似合う、だって、嬉しい、似合うかな水色、じゃあ私水色めっちゃ好きなんですよ、だから好き、衣装も好き、可愛い、なんかおしゃれだよね渋井ちゃん嫌がりそう面白いで、渋井ちゃん嫌がるかな、ゆいなちゃんの選手の失敗は間違いないと思う、絶対可愛いじゃん、ダメ、あんなちっちゃい子にさ、こう風船持って、もう遊園地のさ、あれみたい、ん、遊園地のおりそう、おったら絶対可愛い見たいな、あちょ、え、小学生みんなでしてほしいな、絶対可愛いよね、絶対可愛い、ちょっと見よう、みんなであ、ヘリウムガスか、
ヘリウムガス、なんか理科で習ったかもしれない。あ、声が変わるやつっけ。確かにそうかも。なんかこんにちはみたいな。前ね、あれ今思い出したんだけど、そのヘあれだ、なんか私ヘリウムガス食べたことあって、なんか声を変わる、声が変わる実験をしたんですよ、どっかで忘れたけど。でね、家族も一緒にいてね、なんか吸ってでね、ヘリウムガスを、めっちゃ声変わって、それでしりとりしました。リンゴとかめっちゃね、声が可愛かった。なんか異次元の声。だからみんなもヘリウムガスでもか、あれ体にいいのかな、普通害はない。なんかあんま吸いすぎたら良くなさそう。ヘリウムガスのモノマネ上手だね。嬉しい、ありがとう。ヘリウムガスね、でもなんか味はしなかったかな、覚えてないけど。うん、あ、無害か、無害なのね。ココちゃんのほっぺたってどこまで伸びる？あんま伸びないかも、ちょっと伸びないですね。皆さんも伸ばしてください。おとといの公演生で見ました。踊りが上手かな、わかんない、星になってる。ありがとうございます。へー、嬉しい。そか、おとといか。なんかね、最近時間が経つの早すぎてね、1週間前ぐらいのね記憶になってる、公演出たのが。すごい最近本当に時間が経つのが早すぎてびっくりしてる。だってまだ今日さあ、めっちゃ金曜日の気分なのにね、学校行ったんだけど、めっちゃ月曜日だった。でもね、今日授業立つのがめっちゃ早くて嬉しかった。そう、なんかもう気づいたら4時間目でね、給食食べてたの、びっくりした。え、ヘリウムガスで事故起きてるから気をつけてね。あ、そうなんだ、そっか、知らなかった、ごめんね。そう、ああ、じゃあ、あんまり飲まない方がいいかも、皆さん。皆さんも気をつけよう。得意科目ある？得意科目ね、最近はね全部難しくて得意じゃないんだけど、でもなんが得意かな、美術とか勉強じゃないやつかな。体育はねあんまり得意じゃないの。もう理科得意かも、理科楽しい。うん、公演の練習落ち着いたらカラオケ配信を何卒。あ、わかりました。そう、私もねカラオケ配信したくてね、したいんですよ、ずっと。今日しようかなと思ってたけど、ちょっと今日あの合唱のね練習を学校でしたんですね。でね、喉がやられ、ちょっとのやられてる。ちょっとガラ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 っていうかね、なんかねめっちゃね声を出したんですよ、いっぱいずっと1時間くらい。だからちょっと喉がヘトヘトしてます。ん？寝てたとか？それは寝てたのでは？え？4工事も気づいたら4工事だったのは、もう寝てないです、私は。ちゃんと授業を聞いて真面目にやってました、真面目だったので。そうだからね、一生懸命集中して勉強したから、多分4時間目があっという間だったんだと思ってます。しおりちゃんとコラボはしないの？あ、したいな、今度しよう。しおりちゃん見てるかな今。しよう、したい、絶対楽しい。え、最近会ってないから本当にしたいです。
ちょっとお誘いお願いします。合唱コンクールは何歌ったの？何を歌った？あれです、ちょっと待って、友なんですけど、あれゆずさんの友のあれ合唱バージョン歌いました。あ、公園で声枯れたのかと思った、違うそうでね、あのね、友達がめっちゃね面白すぎてね、なんか合唱がちょっと皆さん聞いてください。合唱がね、そうめっちゃいい曲なんですよ。でこの前、あこの前じゃない、そう合唱のね練習最近あって、あれ合唱のさ練習の時ってさ、なんかさ笑ってしまう時ありません？なんかなんて言うんだろう、そう友達がね面白くてね、めっちゃ笑ってしまうんですよ練習してるのに。それで今日もね面白くて、なんかつぼに入っちゃって、そうなんて言うんだろう、なんかね普通のそう合唱バージョンだったらなんか、あ私アルトパートなんですけど、そうアルトパートで、アルトパートだけで歌うとこがあるんですね。そうそれで今日なんかアルトパートが4人しかいなくて、私のなんか私含めて4人しかいなくて、でそうなんか声ちっちゃくなるじゃないですか、本当はね8人ぐらいいるの、あそんないないかな、7ぐらいいて、でもちょっとお休みで4人しかいなくて、でその中の1人はなんかテストを受けに行ったから3人だったんですよ多分昼休みとかにね合唱練習して3人でアルトパートのとこを歌って、それが面白すぎて、なんかそう頑張ろうってね、3人でも頑張ろうって言いながら言うんですけど、あ歌ったんですけど、なんか逆に声を地声で出しすぎてなんかめっちゃ私が笑ってしまって面白くて、だからなんか肩がヒクヒクなるじゃないですか、そう笑ってはいけない時だからね、みんな真面目にしてるのに、なんかでもツボに入ってしまったらもう笑ってしまうから、こう歌うのやめたんですね、ちょっと歌っちゃダメだからしたら後ろの2人がちゃんと歌ってくれるんですけど、でもなんか2人で頑張ってるから、なんかそれで笑ってしまって面白かったんですよ、なんかちょっと今考えたのも面白くなってきた、もうみんなも見てほしかった今日の昼休みのアルトパート少なすぎて面白かったですそういい曲だからね本当に、そう面白かったです。だからでも本番はね絶対に笑わないように、もう笑ったらあれは本当にもう気まずい状態とかじゃない、もうね多分全校生徒が見てこうやって歌うからそうで私3年間ねアルトパートなんですよ、ずっとなんかねなんだっけ高いやつ、ソプラノは声が出なくてねそう声が出なくてアルトパートです。コハ様はツボが浅いのかな、浅いのかな、でもねツボに入ったらもうねずっと笑ってしまってね、なんか止められなくなっちゃうそう面白いんですよ、もう友達がね面白くて本当になんかもう毎日会いたいです、そう学校で会ってるけどねキューボ、うん、はキュー募集アルトパートのメンバー、皆さんアルトパートよろしくお願いしますアルトパートねちょっと少ない、3人なんでちょっと少ないので、アルトは低いやつちゃう、そう低くてでもね高い時もあるの、その友のね歌の中ではね、そのなんか低くてずっと低く歌ってたのに急に高くなるとこがあって、そこでもう笑ってしまう、なんか声が裏返っちゃうから、そう皆さん聞いてみてください、アルトパートって調べてみて、友アルトパート練習とか調べたらもしかしたら出てくるかも
めっちゃでも難しいんですよ音程が。だからねちょっと苦労するパートだけど面白いです。あるとやってたから手伝うねってかわいい。手伝って皆さん本番出てほしいな。じゃあそう結構難易度高いんですよね。そう難易度高い。アルトってさあなんか音程違かった。 ありがとうございます。すごいキラキラしてる。びっくりした。ありがとうございますアルトパート。そうねアルトパート難しいのでぜひ皆さんも練習してねください。そう今日めっちゃ学校楽しね面白かった。バレエも手が痛くなって。そうなんかねバレエでね今日なんかパソコンで自分のバレエをこうボールをね打ってるところをなんかパソコンの動画でなんか撮影してっていうやつが授業があったんですよなんか初めてそんなことしたからさなんか撮られながらさ動画をなんかボールボーンってしてるやつをなんか後から見返したらめっちゃ恥ずかしかったそうね私もね全然そんなパソコン使った体育なんかさ初めてやったからさびっくりした。そう友達も撮ったから面白かったすごいな現代の学校ってそうね、そう一人一台パソコンをねいただいたから。でもね授業とかで使うやつだからね。でも体育で使うとは思わないやんでも学校で何あったかな。何やったんだろう。あとなんか思い出せない。でもテスト返しとかいっぱい今日はなんかいろいろありすぎて。だからさ4工事早かったのか。そうだって4時間目が体育だったから3時間目までじゃんもう授業は。だから早く感じたんだ。そう寝てないです私は寝る時なんてないですよ多分。うん寝てません。そう4時間目体育ってめっちゃ素敵。なんかさ終わった後すぐ給食食べれるから嬉しいフフ授業中真面目です多分。うん今日はね発言もいっぱいしたと思う。発表まだやってない。あちょっといやしてないかなフ12日のリトちゃん以来です。感動したよ。かっこよかった。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。感動したって嬉しい。ありがとうございます。嬉しいな。ね、20日もまたリトちゃんもあるので、ね、最後かもしれないけど、皆さんもぜひ見ていただけると嬉しい。その前に一旦恋愛禁止条例もある。そうね頑張ります私はそうね3日後ぐらいだもんな。やばいです。そう練習しないと。三大の授業なんて爆睡爆睡ダメじゃん絶対に私もね前ね自習の時にね1週間前ぐらいかなんか自習ってさ何すればいいかわからないじゃん。まあ勉強しなきゃいけないんだけど、だからその時は本当に眠すぎてなんか自分が何してるのかわかんなくて勉強してるんだけど、ノートとか教科書は開いてるけど、あれ今私何すればいいんだろうみたいな
感じだったら気づいたら授業終わって掃除の時間が始まるとこだったからびっくりした。そうでも自習の時間だったからね、まだ授業中じゃなかったからよかった俺も仕事で真面目だよ。あ、皆さん仕事頑張ってますよね。お疲れ様です。そうみんな真面目に頑張ってるから、うん、私も頑張らなきゃですね表面張力良すぎてずっと見てる。え、嬉しい。そう私ね12日のネットチャームでそうユニットそう涙の表面張力したんですよ。見ました？皆さん見ていただけたでしょうか。すごいめっちゃね、あのあれ本当に覚えられないって思ってた。私は本当にそうなんかね、初めね振り V を見た時はこれやるよって言われた時からこれ絶対あれ難しいやつじゃんって思ってて、振り V 見たらやっぱり難しいなと思ってもう本当に覚えられなくて結構時間かかっちゃったやつです。でもね覚えたらねめっちゃ楽しくてね、なんかずっと踊りたくなりますそうなんですよ。なんか覚えたら好きになる。いや覚えてない時好きじゃないってわけじゃないんですけど、なんか覚えるまではさあもうこの曲無理って思いながらなるじゃないですか。でも覚えたらめっちゃ好きになって、あーもうこれずっとやりたいみたいななりました。そう本当に。でもカレンちゃんも一緒だったからさ一緒に覚えれたってのが良かった、うん、一人だったらさ絶対無理なんですよ。そんな覚えれないよ、難しい。本当に最高だった、嬉しいありがとう。そうギリ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 、葵さんのねめっちゃ好き、そこのギリギリ。私そんな声出せないよ振り V じゃないけど豊永さんの表面張力見た？あ、見ました。めっちゃあれかっこよかった。そう私もね、そう HKT のそう表面張力なんかをあんま見たことなくて調べてみたらアキさんがいて、すごい歌っててこうやってめっちゃかっこよかったです。あれ好きだった。そうあ靴飛ばした曲っていうね、でもねそれもかっこよかったからめっちゃそういっぱい見ました。かっこいい。私もさ歌でさなんか魅了できる人になりたい。めっちゃかっこいいですよねまばたきさえもできないくらいってとこが好き。私も好き。そこなんかね振りでね、ちょっと待ってね、なんかまばたきさえもちょっとこうしてなんかこんな感じのねやつがあるんですけど、これがね多分まばたきの目でふんって閉じてるんですよ多分こうまばたきさえもって、わかります？あれめっちゃ好きなんですよ振りとさ歌詞がさ一致しててすごかった。キリ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 ね、めっちゃ好きです。私も靴は飛ばさないようにそうですね、靴は飛ばさないようにしますオリジナルは岡田奈々さんだからね。私もめっちゃ好きで、なんか岡田奈々さんが入るギリギリがめっちゃ好きですかっこいい。もうなんかさあー来たーみたいになりますよね。好き私もギリギリ歌ってみたいけど歌えるかなね、絶対あれ入りむずそうHKT のシングルで好きな曲ある？いっぱいありますよ。でもね私が好きなのはね、いや結構でも私好きスキップとかも好き、もうそこから
サーヒクニとか好きですね。めっちゃ踊りが好き。踊ってみたい。あれ難しそうなんですよね。皆さんの好きは何ですか？好きな曲バイバイ、ね、なんか48グループさんの曲をさ最近ね踊らせてもらって、なんか初めての曲とか知らなかった曲もいっぱいあって、えこんな曲もあるんだ好きって、なんか いっぱいね YouTube とかにね、なんかミュージックビデオとかを探したらね、本当にこの方めっちゃかっこいいとかね最近見つけちゃって、なんかいっぱい推しが最近でき始めてるんですよね。そうだからリットチャームのね公演でもなんか Must Be Now とかね、私振りかっこよくて、これ何の曲だ、どこのやつなんだろうとかね調べたら、そう YouTube とかでね、あそしたらあこのミュージックビデオみたいな、めっちゃかっこいいとかね、新たな発見を見つけてしまって、そうそれからそういろんな曲をね最近漁ってますめっちゃいい曲ですよね。君どこ好き、あ君どこ私も大好き。最近ねボイトレのね曲で君どこ歌ってるんですよ。でもね難しくてちょっと苦戦してる。めっちゃ好きなんです。歌詞とも好き。そういい曲たくさんありますよね。わかります。本当になんで知らなかったんだろうっていう、ね、もっと前にしとけばよかったってなるんですよね。おすすめの曲とか教えてほしい。そう NMB さんの曲、そうなんです、ね、NMB さんのねあのハーそうリットチャームのねもう一個もあってハーの曲もあるんですけど、あのミュージックビデオめっちゃ好きで、なんかヒョウ柄の着物みたいなやつで、なんか日本和風の背景とか船の上で踊ってるんですよ演出が。ちょっとめっちゃそこ好きで、あこのミュージックビデオボトタイプと思って、そうめっちゃ好きで、私山本さやかさんを最近そうそう見つけ、あ最近じゃあそのハとかでめっちゃかっこいいと思って、そうミュージックビデオとかをじっくり見たのはね初めてでびっくりしたそうめっちゃかっこいい、あ表面張力めっちゃかっこいいよ、わかるマジでねいいですよねダンス好きならエンドロールとかもおすすめだよ。エンドロールなんか名前は聞いたことあるけど、どこのどんな曲かわからないか、ちょっと調べてみようかな。皆さんありがとうございます。波音のオルゴールが好き、あ波音のオルゴールね私もさやかで好き合宿でね歌ったから思い出の曲なんですよ。さやね、そうめっちゃかっこいい、私の憧れね、あもうすぐ時間になっちゃう、9時までなんですよね。なうありがとうございます、ありがとう。もうすぐしたらランキング読みさせていただきますさやね握手も写メ会も行ったことあるけどすごい人やったね。私もねめっちゃ最近めっちゃ調べてて、そうまだ卒業されちゃったんですけど、こんな私になんかドタイプの人でめっちゃ好きです。かっこいい、なんか人柄もかっこよくて尊敬しますあ、ココハ様55分です、ありがとうございますやばい5分か、あとそうです。ではこれからもいっぱいたくさん素敵な曲を踊りたいと思います
じゃあランキング読ませていただきます。いきますね。ああ落ちちゃう。いきます。13位、エウリカさん、ありがとうございます。12位、安典さん、ありがとうございます。11位、はるきゃんさん、ありがとうございます。10位、そうさん、ありがとうございます。9位、もりち521さん、ありがとうございます。いきます。8位、しだらさん、ありがとうございます。7位、みほさん、ありがとうございます。6位、てっきーさん、ありがとうございます。5位、よしー06さん、ありがとうございます。4位、あたりさん、ありがとうございます。そして3位、ライドさん、ありがとうございます。2位、たかゆきさん、ありがとうございます。そして1位は大地さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。グッナイ、グッナイでグッドナイト、英語わかるよ。おやすみなさい、皆さん。今、あ、配信ありがとうね、ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。久しぶりやったからまたしたいです、近頃。久しぶりにココハさんも拝見できてうるしゅうございました。なんかみんな敬語使ってて面白い。はい、皆様ありがとうございます。可愛すぎてラブ、たくさん仲良くなりたいって、可愛い、ありがとうございます。嬉しい、私も仲良くなろう。皆さんありがとうございます。ココハさんは配信ありがとうございますって。皆様、皆様ありがとうございます。おやすぐっち、おやすぐっち。うさぎさんポーズしていいよ、うさぎね。はっ、わかんない、こんな感じ。今日もとっても楽しかった、ありがとう。確認頑張ってね、ありがとうございます。今からちょっと錬金の練習をしていきたいと思います。あ、宿所タイムしよう。そうね、しましょう。ピースとかね。おやすみなさいのおやすみ。また20日会いに行くね、ありがとう。頂点ポーズは、ここだよ。ありがとうございました皆さん、おやすみなさい。またね、バイバーイ。